最初を飾りますゲームはこのゲームです。エニックスからプレイステーションでの発売が待たれるドラゴンクエスト7、ゲストにはおなじみの堀井雄二さんを迎えています。あのドラクエシリーズがプレイステーション版となって一体どんな風になるのか、質問攻めにあった堀井さんの答えに会場は大いに盛り上がったぞ。キャラクターは何種類ぐらい出ますか？仲間パーティーはね、今回実はね、そんな多くないんですよ。ほほほほ、あの結構仲間をね、あの深くしようと思って、はい、絞り込んで少数精鋭主義に。少数精鋭というと、だからまあ、6、7人はははは。ただまあ、周りにいっぱい出るんで、ええ、その兄弟とか、親戚とか、親戚ってないんだけど、まあ、町の人とか、登場人物は多分1000人以上になると思いますけども。はぁ、ね、6では、夢の世界と現実の世界があったんだけど、はい、セブンではまたそういう世界は作るんですか？はい、これはいい質問ですね。先ほどのステージ構成ともちょっと絡まってきますが、はい、堀井さんいかがですか？これはね、実はもう決まってるんですけども、まだ言えないんですよ。言えない、ね、これ言っちゃうとね、話もバレちゃうし。あ、まあでもまあ確かに6は現実と夢だったと。そうですね、でまあセブンは現実と胸なのかなという仲間になるモンスターは何匹ぐらいいるんですか？これもね、痛いところ疲れました、実はね。飛行疲れてますね、さっきはビシビシと。結構ね、これね、実はね、まあ、6のように、ランダムで仲間になるようなモンスター、実はいないんですよ。これ、いっちゃっていいのかな、こんなことな。ちゃいますよね。ね、カジノの遊ぶ種類は増えるんですか？はい、そうですね、実はね、カジノまで実は考えてないんですよ、まだ。あ、まだ考えてない。ただ、まあ、毎回いろんな遊び入れてるんで、そのいろいろ種類を増やしたいなと。なるほど。いろいろこの前スゴロクが結構ね評判だったんです。あれ面白かったですよね、うん、ああいう風にまた別のこういろんなタイプの遊びを入れたいなと思ってます、はい、呪文もね実は特技も含めてですね、まあいろいろいっぱいパワーアップしても考えているんですよ。なるほど、なんかこういいこれはみたいな呪文がもしあったら一つ、まあ、まだねそこまでは言えないんですけども、まあ、今回そのさっきの低食あ言っちゃったの関係でねそういう特技をいっぱい増やしちゃおうと思ってるんで。なるほど、結構もうすごいのがどんどん出ると思いますよ。また気になる発売時期についてはこんな風に答えてくれたぞ。まあできれば来年の年末ぐらいに出したいなと。来年の年末ぐらいに、はい、よくその辺楽しみ、まあみんな楽しみに待ってください。では最後にメッセージを一言。1年って言うと結構長いと思うんですけども、まあ、それだけ面白いものを作るのに時間かかるってことで、その根気よく待っててほしいと思います。どうもありがとうございました。着々と開発が進むドラゴンクエスト7、今後も目が離せないぞ。